お帰りなさいませ、主様。私からのプレゼントです。明日はこちらをご用意してお待ちしてますね。急に呼び出してどうしたんだい、少年。何か困りごとかな？市民を守るのがナイトメアの務めだからね。とは言っても感謝してくれるのはとても嬉しいよ。そうじゃない？それじゃあ一体。私の誕生日、そういえば今日だったね。いや、すまない。人から祝ってもらえると思っていなかったものだから。改めてありがとう、少年。この後時間はあるかかい？一応仕事を片付けては来たけど、まだ何か用意してくれているのかい？君は本当に優しいな。よし、今日くらいはその優しさに甘えさせてもらうことにするよ。